いつからだろう、何度も同じ夢を見る。私はお城の中に立っている。外国の映画に出てくるような石造りの古いお城、そこで私は誰かを探している。大声で叫ぶのに誰も答えない。だけど私は叫ぶのをやめない。初めて見たのは中学1年の時だっただろうか。だとしたら私はその頃そのお城へ行ったのかもしれない。でもどうやって？その時俺は中学1年だった。学校から帰ると自分の部屋の鏡が白く光っていた。私は鏡に手を伸ばした。すると手は鏡を通り抜けた。私が中学2年の時の話だ。鏡の向こうに城があった。中学2年の俺はうわーゲーム見てと興奮した。そこには私の他に6人の中学生がいた。名前は思い出せないけど私と同じ3年生の子も。中学3年なんてもう遠い昔だ。でも時々ふと蘇る。あの城で6人の仲間と過ごした日々が。これは絶対に夢じゃない。僕は確かに中学1年の時あの城へ行ったんだ。そこで私は出会ったんだ。かけがえのない友達に。中学1年の私を孤独から救ってくれた人たちに。
偉そうで気に食わないって。真田みよりです。何か困ったことがあったらいつでも相談に来てください。嫌われてるのにそんなこと言うのはみより嫌な女だね。お寺なんか普通おめっぷよくのようなものだと思え。いいかげん自分で気づけ。